君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。どんなに地球に優しい発電でも効率が悪かったりお金がかかっていては未来はありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は太陽電池の未来を探る研究の最先端にマレーシアから参戦中、義歌大機械工学系クーペイルーン先生に聞きます。クーペイルーン先生、クー先生は、どこの国からいらっしゃった先生なんですか？マレーシアから来ました。マレーシア、はい、マレーシアにも義歌大がありますよね。セトライトオフィスありますね。ね、マレーシアって言われると近い感じがするんですけれどもなんです。もう日本は長いんですか？そうですね、13年目になりますね。高専から、群馬高専に、編入して、その後は、福井大学に編入して、博士前期課程は、本大学に来て、博士後期課程も本学で修了しました。それでもう12年そうですね、ということですね、はい。先生は太陽電池の研究をしてらっしゃる。そうですね、もともとは薄膜材料研究室で、伊崎正信教授の下で働いてて、今年から、小林健の、元に移ることになるんです。あ、もうずっと伊崎先生と研究してらっしゃったんですね。はい、今もそうですやってますけども。あ、じゃあ、あの空先生の日本語は伊崎先生に教えてもらったもうだいぶあの勉強になりましたはい、という、まあ、伊崎先生もね義歌大の先生ですけれども、はい、太陽電池っていうともう僕たちの周りにもたくさんあって、はい、豊橋でもソーラーパネルっていう感じで、はい、いっぱい並んでたりするのを見るんですけれど、はいはい、まだまだ問題があるんですか？そうですね、今はそういうあの市販されている太陽電池はほとんどシリコン太陽電池でして。シリコン太陽電池。そうですね、うん、まあ、変換効率は、まあ、20% ぐらいかなって言われているんですね。あ、太陽の持っているエネルギーの 20% を電気にしている。はい、そうです。ただ、まあ、あの作るコストがやっぱりまだ高いんですので、その変換効率がいかに上げるのがまあ課題ですね。あのグリッドパリティという言葉があるんですけども。グリッドパリティ、はい、グリッドパリティがあるんですけど、うん、まあ、再生可能エネルギーによる発電コストが、まあ、既存の電力のコストを同等かそれより安価になるっていうのがグリッドパリティなんですけど、うん、このグリッドパリティを達成できれば、まあ、どんどん普及していくんじゃないかというの、火力発電を、まあ、その代わりに使えるかじゃないかという。そうですね、まあ、これが、まあ、太陽電池の研究者たちが、まあ、目指す最終的な 目標なんじゃないかと思います。あ、いや、その発電する効率と発電を作るためのコスト、コストですですね、そのバランスを良くしないと。そうです、今の化石燃料の発電を超えられない。そうですね、で今のところ太陽電池はコストが高いっていう。高いですね、まだ高いです。まあ、あの、まあ、シリコンですね、実はシリコンを作るのに、うん、実は、変換効率の良い、シリコン太陽電池はほとんど単結晶じゃないとあまり高くないです。単結晶を作るのにはその、やっぱりコストがかかるんですね。特殊な方法で作られているので、うん、やっぱそこの関連の、エネルギーとか必要になってくるから、それなりのコストになるんです。
じゃあそのシリコンの単結晶っていうのをやめて、はい、違うもので作ればいいってことですか？いや、単結晶をやめるんじゃなくて、まあ、最近は多結晶にもなってくるんですけど、多結晶の、 あのシリコンもあるんですけど、まあ、より安くできてるんですけど、やっぱり変換効率は落ちると、うん、なのでその、まあ、一つ今考えられてるあの作戦ストラテジーとしては、うん、まあ違う、バンドギャップを持つ光吸収層を重ねて、まあ、うん、何だろう、複合太陽電池を作れば、いいんじゃないかと、変換効率をさらに上げることができます。バンドギャップっていうのは、バンドギャップっていうのは、まあ、半導体はの材料は、まあ、ほとんど持ってありまして、まあ、P 型半導体だとその分、バンドギャップ分のだけのエネルギーを吸収することができるんです、うん、例として、まあ、今日お話しする3カード CU2O の、半導体は、うん、2.1 イレクトロンボルトの、うん、バンドキャップを持って、まあ、その何を意味するかというと、つまり 2.1 イレクトロンボルトを持つエネルギーの光、それ以上高く持っているエネルギーしか吸収できないです。 2.1 イレクトロンボルトより低いエネルギーは、吸収されても発電されないっていう、うん、光が弱いと発電しないってことですか？そうですね、弱いじゃなくてエネルギーです、太陽光は、うん、地球に届く太陽光は、まあ、いろんな周波数があるんです、うん、僕たちが、まあ、目に見える可視光、七色と言われてるんですけど、それ可視光の領域は実は、光の波長は400から700ナノメートルあたりと言われてます、うん、よくあの虹色で、そうです示されますよね。そうです、うん、でも実は、まあ、詳しくその10ナノメートルごとに見ていくと、まあ、色がいろんな赤でも、赤の中でもいろんな赤があるんですね、うん、波長ごとによって、まあ、違う。僕ら7色って言いますけども、実は7色じゃなくてもっと細かく色があるんですね。そうですね、まあ、大きく7色って言われてますね、うん、それが400から700。そうです、400から700が可視光領域です、うん、でこの、地球に届く太陽光のうちは、可視光領域のエネルギーが一番高いと言われてるんです。あ、そうなんですか。そこで太陽光発電をするんですね。そうですね、まあ、ほとんどの太陽電池は可視光領域を、まあ、すごく吸収する してこないと、まあ、かなりの変換効率はならないと思います、うん、ただ、ちょっと脱線してしまったんですけど、まあ、CU2O は先ほどのバンドギャップエネルギー 2.1 イレクトロンボルトが持っている、うん、でこの 2.1 イレクトロンボルトは何を意味するかというと、そのちょっと言いますと600、大体換算すると650ナノメートルの波長の光以下しか吸収しないです、うん、なので外部量子効率っていう評価があるんですけど、外部量子効率っていうのは、一つの、フォトンに対してどれぐらいの電子を、取り出すことができるかっていう太陽電池の評価の一つなんですけども、電子を取り出すっていうのが発電してるっていうことになるわけですね、はい、そうです、チャージキャリアとして、うん、輸送をどれぐらい、取り出せてるかっていう、つまりよく発電するパネルっていうことですね。そうですね、うん、直接は、その短絡電流密度っていう変換効率においては大きなパラメータの一つになるんですね、うんうん、その短絡電流密度に、関係してきますね、その外部量子効率、うん、外部量子効率っていうのは、まあ、太陽光波長ごとにどれぐらい電子、うん、つまり短絡電流密度に変換取り出せてるか、うん、っていう評価なんですけども、うん、まあ、その 2.1 イレクトロンボルトの酸化度は、650から、まあ、吸収端が見えるわけです、その評価して、うん、すると、で650から、そういう吸収端がその変換効率のグラフが曲線が、まあ、立ち上がってて、で400あたりが一番高くなってて、また下がるという形になります、うん、そういうことで、まあ、バンドギャップが違った半導体を持つことによって、そういう吸収端、つまり吸収領域が変えられるんです。でその2つ違ったバンドギャップを持つ半導体を組み合わせることによって、まあ、その吸収する領域も増えるんじゃないかというのが今のストラテジーです。今その辺にたくさんある、はいはい、太陽電池っていうのは、はい、そのバンドを変えられないんですか？もう使った半導体、うん、光吸収層で決まってるわけですけど、
まあ、極端の話、今使われてるシリコンの太陽電池は、もう少しのコスでかなりの、変換効率を増加することができるんです、うん、つまり、その今のシリコンの太陽電池の上に例えば今あの僕たちが取り込んでいる研究のシュートを、上に乗せるとか酸化銅ですね酸化銅ですね、うん、酸化銅を乗せることによって、まあ、その分、光吸収の領域が増えてて短絡電流密度も増えてて変換効率も上がるわけです、ね、じゃあ先生の考える新しい太陽電池っていうのは、はい、全く別のものを作ろうっていうんじゃなくて今使っているシリコンの結晶のソーラーパネルにその酸化銅のものを乗せて、はい、より効率を良くしようっていうものが、そうですね、僕が考えてるわけじゃないんですけども、まあ、ほとんどの、まあ、その太陽電池の、研究はそういう方向に動いてるんです。みんな今それを目指して頑張ってる。そうです。僕たちの研究室では、まあ、あの CU2O を着目して、うん、そうか、そのやり方はいっぱいあるっていっぱいあります、はい、で空先生たちのところはその酸化銅を使ってる。そうです。この酸化銅も最近、すごく注目されてきて、うん、で、まあ、最近、といって2022年今年ですね、うん、東芝が、まあ、この 9.5% の、CU2O 太陽電池を発表 したんですよ。 9.5% っていうのはすごいんですか？すごいです。もう CU2O 単体であのバンドキャップ 2.1 エレクトロンドボートしかないのに 9.5% も達成したっていうことですよ、うん、あ、じゃあそれを今あるソーラーパネルに乗せたら、はい、それはもうすごいソーラーパネルになる。そうですね、プラス 5% ぐらいじゃないですかと言われてます。あ、それは論文にして発表されるわけ。そうですね、うん、東芝が発表してて、うん、あのそれ使ってるあの酸化銅が僕たちと使ってる酸化銅と同じっていうか、はい、なるほど。あの別々に研究はしてるんだけれども、はい、もう世の中最近シュートを酸化銅の研究もなんだろう、その注目をまた注目されている感じはありますね。いや、同じもので研究してるっていう意味で仲間なんですね、はい、仲間ですね。それで、9.5% という、はい、まあ、僕たち聞いても、あ、10% ないのかと思ったりするんですけれども、はいはいはい、実はすごい数字なんですね。すごい数字なんです。で、まあ、あの本研究室はあの井崎教授はあの、うん、当初水溶液電解析出法、うん、つまりあの電気化学手法だけあの作るあの CU2O 太陽電池が当初は、まあ、1.28% でしたけども、その当初はもう世界記録でしたよね、うん、リコードでした、ね、あ、最初は 1.28 ぐらいですね、世界記録だった。そうですね、うん、あの水溶液電気化学法を用いる手法では、うん、その酸化銅の膜を作るのにいろんなやり方がある。いろんなやり方があり当てて、まあ、あのもちろんみんな一番低いコストかつ変換効率高い方を目指すんですけども、あ、それ大事なことですよね。そうなんです。ただあの電気化学手法、つまり、水溶液電解析出法なんですけど、電気化学プロセスなんですけども、これはいろんなメリットがありまして、うん、その中、例えば大量生産に向いてるとか、まあ、そのモルフォロジーの酸化銅の、うん、形態をコントロールすることができるとか、うん、まあ、そのあまり高いエネルギーを要しないんですね。酸化銅の作り方はあのその他、真空とかを使うプロセスもあるんですけども、真空で作る。そうです、真空の環境の中で作るとか、例えばあの PLD とか、うん、あと ARD とかそういういろんな手法あるんですけど、エネルギーはやっぱり必要になります、うん、作るときに大きなエネルギーがいる。そうです。じゃあダメですよね。そうですね、それそのままその、 あのコストに反映されるんで、うん、そういう意味では、まあ、電気化学手法は一番安くて、まあ、大量生産には向いています。あ、ただあのまだまだ効率が他の発電に比べると低かったんですね。そうですね、まだまだ課題がありまして、うん、なのであの私の研究は、まあ、その加熱処理とかナノ構造を、制御するとか導入することによってあの変換効率に寄与する短絡電流密度を、まあ、キャリア輸送の改善で向上させる研究を取り組んでいます。加熱はするんですね。加熱といってもあの、うん、
皆さんがイメージする多分鮮度とかそういう高い温度での加熱ではなくて、あの低温ぐらい150度ぐらい、まあ、100度ぐらいとか の、 あのしおりで、まあ、あのかなりその私有酸化銅の外部量子孤立を改善することができることは分かってて、その成果も発表しました。でその論文も東芝さんに引用されて嬉しいですけど。そうなんですね、はい、どんどんこう東芝も参考にしてくれて、うん、そうですね、まあすごいですね、もう 9.5% まで いってるってことは、まあ、まだまだあの酸化銅にはポテンシャルがあるってことですね。私はそのポテンシャルを、まあ、いかにその、まあ、最大限にするかはそのやりがいと考えています。はい、このまま酸化銅の方式を研究すれば、はい、まあ、間違いないなっていう感じですね。そうですね、まあ、どんどんあの CO2 の、まあ、どこに使えるとか、うん、まあ、あのいかにその今の太陽電池の孤立に寄与するかとか、そうまだだんだん分かってきてますので、で 9.5% っていう数字がね出たということですけれども、はい、じゃあもうそれで満足なんですか？いや、もうもっともっと上げることはまあ考えるんですけど、まあ、その中の課題いろいろありまして、うん、まあ、例えばあのヘテロ界面の、状態とか再結合を抑えられるその産卵血管とかをいかに少なくするとかいろんな課題が考えられるんです。あ、 9.5 はマックスじゃないと思います。酸化銅は先ほども言いましたけども 2.1 エレクトロンボットのバンドギアを持てるんですけども、うん、理論変換効率はあるんです。で変換その理論変換効率は実は 18% ぐらいと言われています。うん、そう 9.5% じゃなくて理論値は 18% です。はい、理論上は理論上その理論上いけるんだったらもうそれに近づきたいですよね。そうですね、はい、あとは、何をすればいいんですか？そうですね、今まあ、先ほども少し言いましたけども、そのナノ構造ですね、あの、うん、酸化銅の、ナノ構造で電気化学、私たちは電気化学手法を用いているんですけど、その新規な、方法を考えてて、いかにそのナノ構造を導入するか。酸化銅のナノ構造っていうのはもう酸化銅の分子の並び方。そうは言えますね。あのつまりそのナノ構造というのは、まあ、大体、大きな定義は、まあ、1ミリの1000万分の1のスケールでの、おおむね数十から数百の原子からなる構造体っていうんですけども、うん、まあ、この場合、まあ、そういうふうに解釈していいです。ただナノ構造というのはナノスケール上であの重複するような構造を持ってたりして、うん、あの規則性を持つ構造とか、うん、そういうナノ構造と呼ばれています。その構造をいろいろ変えてやると数字が上がるんじゃないか。あ、そういう、まあ、あの最終的にはそれを狙ってるんですけど、そういう構造を導入することによって、まあ、その半導体と光の、挙動を変えられるんじゃないかとは考えています。例えば光をもうちょっとあの、吸収したりして光閉じ込めたりして、そういう制御ですねができるのがナノ構造の役割です。ナノ構造っていうのは、はい、あの人間の意思で変えられるんですね。あの構造、電気化学においては、まあ、膜結晶を作っていくんですけども、膜といっても薄膜といっても結晶の薄膜なんですね。その形態を、例えば陽極酸化とか陽極分極にするによって、その、結晶を削ったりしてエッチングするしたりして、その形状を変えることができます。はあ、そしていい数字になるように。そうですね、そしてその光閉じ込め効果とかなどが生じていれば、うん、その光吸収係数が上がってて、うん、その、キャリア輸送にもの改善にもつながるんじゃないかというようです。今あの空先生が注目しているところはじゃあナノ構造そうですね、はい、今 もうそういうことを豊橋技科大でやってるんですか？はい、そうです。まあ、学生 の課題にもなっておりまして、まあ、一緒に頑張ってます。あ、学生と一緒に頑張ってるんですね、はい、一緒に、まあ、分かんないことも多いので、はい、
12年前マレーシアから日本に来た時の空先生みたいに、はい、そうですね、若い学生たちがたくさんギガ大もいますもんね、はいはい、そうです。それがきっと、まあ、新しい未来のソーラーパネルになって、はい、僕たちのそういう、 こう地球に優しい再生エネルギーの、ね、電源ができてくるんじゃないかなと期待してます、はい、貢献できれば嬉しいです。今日どうもありがとうございました。 ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。恒例、今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週のお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きましたクー先生の業界用語はグリッドパリティ。グリッドパリティは再生可能エネルギーによる発電コストを、すでにある電力のコスト と、同等かそれより安価になることを指します。天白の城、義科大。鉄人とか鉄板とか、時代はとかく硬いものが頼もしかったりしてますが、ふわふわもちもち柔らかいことが意外に活躍しちゃうこともあるんです。次週12月3日の天白の城は、おいしいリンゴを食べたいならゴムに電気を流せばいいってお話。義科大機械工学系ソフトアクチュエーターがご専門、蛭田俊樹先生の実験室を訪ねます。お楽しみに。